こんばんはシャさんばははさまあ素直ででいるってことは非常に大事ですね言われたようにマージャン店の時に私がね素直にビジネス転換しなかったら今の私はないですねそういう意味ではあ間に合ったなっていう気はするんですけどももうちょっとね一歩ね素直に考えてみると、まあ、私ね子供が生まれたんですけども多分この子がね10代か20代の頃に私は死ぬ確率が高いなっていうことなんですよね素直に時間の残りを考えたらねだからやっぱりこう より素直にいろんなものを受け入れながらやっていかないといけないなって日々考えるんですけども、うん、じゃあ今ね本当に自分のやりたいことをしっかりやったりとかねそれから自由な時間をしっかりと使えてるかっていうとまだまだね無駄になってる時間あるのかなと思うのと自分一人がじあの暇になっててもしょうがないですね。自自分分一人人が暇でででできるるこここととととっっっててていいうのは自分一人でやだだけであって誰かか緒にしたたなんかただ あのその人も暇じゃないとで暇プラス同じ思いがないとなんかそのまま時間が過ぎていくだけというねで大和くんまだちっちゃいんでね私の行動範囲の中にいてくれますけどもそのうちなんかね、うん、自分のやりたいことをやっていくですよねきっとそして10代20代という青春の真っ盛りで私が去っていくというね <laughs> まあこの悲劇のドラマがなんかあるようでまあ怖いですね怖いのかまあ 怖くないのかわからないですけども確実にその日は来てるってことですよねでここで何が言いたいかというとあのぐじぐじやってる暇はねえなってことなんですよね迷うっていうのはなんだろうね下手の考え休むに似たりか、うん、だから迷って足踏みしていればそれだけ時間が過ぎてまあドツボというね、えー、どうにもならんですねこれはね <laughs> まあ、そんなことがあるかなと思いながらの本日22時25分でございましたいってらっしゃい